聞くカカ・メルマガ2019年3月9日お楽しみ様です一般社団法人カイカ GPE グローバルピース・エデュケーション村松大輔です本日も皆さんが最高の自分を発揮し素晴らしい一日となるようカイカより応援しています本日の開花カメッセージ引き寄せの法則を見える化するイメージ 清瀬の法則書店に行くとたくさんの本が出ていますこのような考え方がどんどん広がること素晴らしいですよねご自身の人生をより良くするために心がけを良くすること最高ですさて「開花は「信じなさい」ではなくて「水は H2O」「波は重ねられる」など 理科です水は H2O これ信じた方がいいよというのはナンセンスですよね。引き寄せも信じた方がいいよとかではなくて波ののやりりりなでで当たり前ですそして実は残念ながら「引き寄せが起こったすごい!」と騒ぐものではなく自分自身から いい波を出していればいいご縁が悪い波を出していれば悪いご縁が来るだけなのでただただ感謝なんです例えば「090のなんちゃら」に電話をして通話ができました「すごい引き寄せが起こった!」って騒がないですよね相手がその番号を持っていてその波を発信しています こちらが電話ををししてその波を飛ばします同じ波を探して相手のスマホから出ている波と共振して通話ができていますあなたがいつも感謝のヘルツを発信していれば感謝さんがどんどん通話してきますだからただただ自分を整えていくこと感謝を探し 「感謝で存在すること」「ありがたい」の本当の意味当たり前ではなくあることがガタしめったにありえないことが今この目の前に現れてくれていることそこにじわじわ感を広げていることではその仕組みってどうなってんのよ 次の図を見てもらえれば分かりやすいのですが私たちはある程度ミクロまで行くとモわモわ霧みたいなもので実体がなくなります。塊ではなくなくりますその電子は素粒子で陽子中性子の中にあるクオークも素粒子です。その素粒子 君たちは常に波を出しています涙をしてるわけじゃないんですよ。波を出しています。そのさらにもと、素粒子君たちはなんと紐。その紐が生まれてくる根源がゼロポイントフィールドです。今、あなたの手やスマホ、デスク、電車のつり革、お隣の人、階段、 自宅のの建物の壁、さらには空気ビールご飯、全部波です引き寄せの法則を見える化するイメージは現象をものの側から見るのではなくて現象を波 の側から見るそうやって見るとすごく面白い世界になってきますパワーポイントでまだそのところは映像ができていないのですがそのうち作り上げますものの側から現象を見るのではなくて波の側から現象を見る例えば携帯の電波が届くところにいれば確実に あなたの目の前を誰かさんの通話情報インターネット情報誰かさんの LINE スタンプ誰かさんの社名が飛んでいますよね他にもラジオ番組テレビ番組も飛んでいますさらにあなたご自身の「へえなるほどおもろありがたいな」 うわ最悪疲れたあー幸せも飛んでいますこの出している波によって先ほどの電子雲のモアモア周り中を揺らしています素粒子くんから見るとこの世界はモアモアしかなくものがないんです モアモアじゃないと締め切った部屋や車にいると通話ができなくなるのでソリウシ君から見ると家の壁も車の壁も窓も全部モアモアですレントゲン写真を撮れるのもあなたの体がモアモアだからですあなたが 物質側から現象を見ることも必要ですが何か困った時何か実現したい時何か頼みたい時人に伝えたい時モアモア側から現象を見る素粒子君側として現象を見ることをするとスルスルスルっと動きますよ。頑張るーとか 気合い入れるとかではなくて意識をより精妙にしていく静かに佇むような感じです「説著の一番最後のページ215ページに「あなたの願う人生はいつでもあなたのすぐそばであなたが選んでくれるのを」 待っています波のようにゆったりととても優しくたたずみながらこの感覚です引き寄せが起こらなかった私ダメかもこれはしっかり引き寄せを起こしてるでしょ引き寄せの意味を捉え違いしているだけです自分が出している波の周りに現象がもわもわ動いている。 その観点から見ればただただご自身を整えていくだけです。感謝を、愛を、喜びを出していくだけです。ご自身の人生を幸せにしたかったらその波を出すだけです。誰かに何かやってもらおうとしなくて大丈夫です。 波の側から現象を見る毎日練習してみてくださいね。感謝の愛の喜びの波を出す人たちだらけになればあなたの周りのご家族建物車道路空気どんどん素敵なモアモアになってきます。そのようなな人たちだらけになれば 地球はどんどん素敵なモワモワになってきます。これが量子力学から地球平和を引き起こす簡単な方法です。お金いらないですよね。あなたが意識して出す波一人一人がそこを意図すれば素敵な世界が広がりますよね。 一等将軍万等将国と読むのですが一つの光が一つの隅っこを明るくするその日が光がたくさん集まれば国を明るくするリアルにできますね私の大好きなマイケル・ジャクソンの曲「Heel the World」この動画の最後のシーンは 超大好きです兵士がいる戦地で子供たちが兵士へお花を渡す兵士たちの心がほぐれて銃を捨てていく波の側から現象を見るととても美しいそして起こりうることです私もここをアイディアに 2013年夢を発表する発表会ドリプラ2013世界大会でプレゼンをさせていただきました東京ドームシティでのプレゼンの様子は YouTube 世界平和大学村松大輔こちらを検索してみてくださいいつも最後までお聞きくださりありがとうございます では皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。